1979年、ソ連がアフガニスタンに侵攻したクリスマスだ。前年に樹立された親ソ政権に対してムスリムが蜂起、 DRA 軍だけでは抑えきれなくなったのが直接の理由だ。アフガン政府は無力なばかりか内部抗争に明け暮れ、人心は離れる一方、ソ連首脳部は危機感を募らせていた。イラン革命の発生もソ連の介入を後押しした。イスラム復興主義の飛び火を恐れたんだ。超大国の MRD 対ろくな銃も持たない騎馬部隊、すぐ肩がつくと誰もが思った。だがそうはならなかった。ムスリムの一部はこの戦いをジハードと位置づけ、全土でゲリラ戦を展開した。持久戦だ。彼らはムジャヒディンと呼ばれている。それを西側各国が支援している。パキスタンを通じてな。ミラーが受けた任務もその一環だ。アフガン国境地帯で彼らを訓練する。スポンサーは CIA。 ソ連の駐留兵にとっては悪夢だ。彼らは半年もすれば国に帰れると思っていた。それが1年になり2年に延び、4年経った今も出口が見えない。アフガンはソ連にとってのベトナムになったんだ。本国に戻れないソ連兵は気の毒だが、帰れる故郷があるだけマシだ。アフガンの人々は国そのものを奪われた。ソ連軍は村々を焦土化している。家や畑が焼かれ、井戸は埋められた。放牧地は地雷だらけ。人々の多くは難民となってパキスタンに身を寄せている。反政府ゲリラが村々を泳ぎ回る魚なら、ソ連軍はその海を乾かして魚を根絶やしにするつもりだ。その代償は大きい。人々の恨みは深く、憎しみは前線の兵士に向けられる。ムジャヒディン、中でもパシュトゥーン人はバダルの掟を持つ。彼らに捕まったソ連兵は生きながらに手足を落とされ、鼻をそがれて道端に転がされる。むごたらしい姿を同胞に見せつけるためだ。見つけた友軍は彼を楽にしてやることしかできない。そしてその報復にまた村を焼く。復讐の連鎖は止まない。この戦争、ソ連軍がムジャヒディンにここまで手こずるとはクレムリンは予想もしていなかった。アフガンはもともと部族社会だ。土地を踏みにじるよそ者には完全と立ち向かう伝統がある。部族の名誉を背負って戦う彼らは極めて勇猛だ。ソ連軍が叩いても叩いてもどこからか現れ、一撃を加えては去っていく。だがそんなムジャヒディンでも例外なく恐れるものがある。ソ連の戦闘ヘリだ。高い機動性と強大な火力、しかも底面は分厚い装甲に覆われている。彼らの貧弱な火力ではほぼ歯が立たん。逃げ遅れたらその重機関銃になぎ倒されるまでだ。ハニービーとかいうハミド隊に供与された新兵器、おそらくはその戦闘ヘリに対抗するためのものだろう。だとすれば確かに戦局を左右する兵器と言っていい。一口にムジャヒディンと言っても統一された組織があるわけじゃない。アフガンは多民族国家だ。パシュトゥーン、タジク、ウズベク、ハザラ、それぞれがさらに大小の部族に分かれている。反政府組織は民族ごとに複数結成され、各部族はその組織ごとに参集しているんだ。彼らは一様にジハードという旗印を掲げてはいるが、一枚岩とは言い難い。ダスマセリアマン周辺もそうだ。もともとはタジク系が多かったが、ソ連軍の焦土作戦によって住民が退避、空白地帯となったところに今度はパシュトゥーン系のハミド隊が入り込んできていたようだ。このハミド隊の本拠はペシャワール。俺たちも通ってきたパキスタン西端の都市だ。パシュトゥーン人は昔からアフガニスタンとパキスタン西部にまたがって住んでいる。かつては行き来も多かった。国境線はイギリスが後から勝手に引いたもの。パキスタン政府も彼らへの支援は手厚い。それに政府は彼らを通じてアフガンへの影響力を確保しておきたいんだ。その窓口になっているのが ISI、 そしてその背後には CIA がいる。ハミド隊にハニービーが渡ったのはこの経路だろう。研究開発班に
ハニービーを解析させた。どうやって？ CIA には完全な状態で引き渡す契約だと。分解して解析した。あとは元通りに戻しただけだ。完全な状態にな。ほう、優秀な連中だ。ハニービーは今までのマンパッツとは段違いの追尾能力を持っている。感知できる赤外線の波長も広いし、補助的に紫外線まで検知可能だ。それでハニービーか。ああ、ミツバチは紫外線を頼りに飛ぶという。これなら攻撃対象がフレアを撒いても役に立たん。ソ連の戦闘ヘリが落とされるわけだ。 CIA が回収に躍起だったのも道理だ。対抗手段を研究されるだけじゃない。こいつがイランにでも渡ればアメリカの航空機も危険にさらされるか。俺たちもこの技術をもとに携行ミサイルを開発すれば大きな戦力になる。もっとも解析の結果を実際に応用するのには時間がかかりそうだ。引き続き研究を進める。